ちになっちまった。小学校の時いじめられっ子だった。中学校でも友達はできなかった。いつも一人でウルトラマンとか仮面ライダーとかのヒーローごっこして遊んでた。大人になったらそんなヒーローになりたいって思ってた。高校に入って将来を考えなきゃいけなくなった時、友達が欲しくてバンドに入りたくてドラムを練習した。そんな時暴走族に憧れた。でも族に入る勇気はなくて、バイトをしてバイクを買ってカスタムした。たった一人の暴走族、ウルトラと名付けた。そしてだらだらと二十歳の誕生日が来た。ヒーローになんかなれないんだということが分かってきた。夜が明けるのが怖くて太陽とは逆の方向へ向かった。行く先も分からぬまま、もうすぐガソリンも切れる、金もない。ああ腹減った。ジミン、ジミン、おい、おい、あなたのタンスに歯型をつけてさよう。
君は暴走族なの？いや暴走族じゃないんです。憧れてるだけで。ふん、そんなの。はい、そんなの。東京？はい、練馬区っす。ほう。お食いな。いただきます。うまいか？うまっ。新米だからな。それがこの町の自慢。ここどこですか？西館。お、西館？うん。それ食ったら帰りな。車庫にバイクがあるから。あの、何か俺にできることないですか？あ？お、あ、いや、お礼っていうか、帰ってもやることねえし、やりたいこともねえし。こんな田舎に若い連中がやることなんかねえよ。お、別にやりたいこともないね。そう、手伝いたいか。お、手伝いたいね。お、よし。お、じゃあ、お、ちょっと食うか。よし、よし。お前のおってなんだ？クセなんすよ。グリーングリーン青空には小鳥がうさぎ、グリーングリーン丘の上にはなら緑が燃える。こっちこっち。カカシじゃねえか。どうしたんだよ。あ、カカシって呼ばれてんすか。これもそう呼んでいいすか。カカシおじさん、カカおじ。好きにしろ。おめさん若いもん欲しがってたろ。こうやって使っていいぞ。暴走族の総長、こき使え。あ、何でもいます。なんだなんだ、いきなり暴走族の総長。鳥の巣みてえな頭だな。まあいいやいいや、よくわかんないけどさ。あ、じゃあいいや、こっちじゃ手伝ってきてくれ。うん、はい、よし。ここで荷出しの手伝いやってもらうから。うっ、ね、まずね、この平に置いてあるパレードのパレードに置いてもらっていいや。そうだね。でね、この秋の新種なんだな。ここに置いてほしいんだな。あ、上の列はね、今度3番出口出し、大吟醸はこの奥の右側の左。笑い抜いてやって、予約頼むよ。おい、本庄はそっちじゃねえよ、裏の2番だよ。なんでよ。もう終わったな。おう、何度かな。ありがとうな。あ、どうした？俺使えねえっすね。何言ってんだよ、この町は若い者が少ねえからよ。まず助かったよ。また来てくれよ。あ、これうちの甘酒だよ。お前飲んでけ飲んでけ。お前ついでやれよ。よしよし、ほら飲め。あざっす。俺甘酒初めてっす。アルコール入ってねえ。そうか。
この甘酒はうまいぞ。俺はワイン派だけどな。ワインって買うじゃないでしょ。おはようございます。おう、おう、区役所。失礼します。あー、お前若いもんが少なくてお前困ってるって食べ、いいとこ来たよ。あ、生きのいいのがいるぞ。は、総長だ総長。あ、普通暴走族は生きがいいんじゃなくて生きがってるって言うんであって。今朝海で釣ったんだよ。かかりそうですもんね。君は生きがいいのか。そうか、ここには君の未来があるぞ。何怖えんすけど。何が怖えんすけど。すみません、彩香さんの進路のことでお電話しました。はい。そうですね、彩香さんはおとなしいというか大人っぽいというか、必要以上に友達を作らないで少し孤立しています。前の高校のことを引きずってるんでしょうか。でも成績もいいですし進学したらと思うんですが、本人にその気がないようで、手に職をつけて一人で暮らしたいと言っていまして。ええ、お父さんとお話ししたらと言ってみたんですが、どうもまだ話してないようでして、お父さんとかご実家の話になるとどうもダメで、やっぱりまだ前の高校のいじめの件が。わかりました。今ちょうど借り入れも終わって落ち着いてると思いますので、一度兄に電話してみます。ご迷惑をおかけします。西館区役所からのお知らせです。ただいまアフロヘアーの生きのいい総長が皆様のお手伝いをしたがっています。見かけたらぜひお手伝いをさせてあげてください。いいから早く。こっちこっち。おさっちゃん来たよ。若いの連れてきたんだ。ありがとうございます。連れてください。お前の話か。掃除中。入れて。掃除してるでしょ。掃除はしてるでしょ。入れて言ってるでしょ。入れて言ってる。おっ、遅いなお前。総長ありがとうね。無料ナイス。すげえいい温泉でした。この温泉はね、傷ついた狩りが傷を癒したっていう伝説があるのよ。狩りは渡り鳥でしょ。また帰ってくるでしょ。総長もまたおいでね。待ってるよ。ああざす。いけ、はい、トンコトントントンコトントン。まだまだこれからな、俺の弟子になって覚える違うんだかねえんだか。お、頑張れ頑張れ。
はい。これは油、これは油をこう塗って、油ついてるからこれを塗って、入れる、うん、入れる、はい、はい。そう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 。閉める。おお、こぼれてる。うるさいな。やってんだよ。それで、もううるさい。今やってんだよ。早く。こちょこちょこちょ。そうそうそう。今度は裏を焼けるようにごま油。よし、次行くぞ。よし、立て立て、ほら。ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。まあ、いいね。お前落ち込んだ。今日はありがとうね。これ持って食べる。ありがとうございます。おー、よかったな。じゃあね。おい、こっちだ、こっち。おい、来たよ、来たよ。ようこそ、岩室屋に。総長、お待ちしておりました。これが噂の総長。どうぞ、こっちへ。何でもやるから。じゃあちょっとこれをさ、あっち持ってってもらえる？お願い。おい、お前何やってんだよ。これもしかもいい格好。バカ。お前だ。ありがとうね。赤星、俺使えないっすね。鼻から期待なんかしてねえよ。新規くせえのに食わせる部署はねえぞ。お帰り。お、俺は何やってもいまいちだな。かっけー。お、うん、マイク、すげえかっけー。ヒーローみたい。わ、だろ、これは俺が作ったウルトラカスタムだ。おい、飯食うぞ。お、おい。今日は鮭だ。イエーイ。どこの出身？私ですか？はい、私ね、新潟の奥のね、田舎出身なの。新潟ってトンネル抜けて雪だらけの新潟？そう、寒いとこ。結構食べ物はうまいんでしょう。とっても美味しい。特に何がいいの？お米かな、新米でね、うん、もうね、そこがね、田んぼとね、海しかないの。超田舎なんだ。でね、家もね、超貧乏の。でね、結構勉強頑張ってたら新潟の進学校に受かっちゃって。すごいね。すげえな、そこ。最初は素直な子だったな。楽しかったし。まあ進学校とかね、ありがちなんですけど、ちょっといじめられてたっていうか。じゃあ聞いてます？うちガチの農家なんですけど。ガチ。お米食べられなくなっちゃって受けません。ガチで。何なの、無理だ。ちょっと無理、本当に。今日しんとね。マジさ、眠いしね、授業ね。今日寝てたよ、マジ。
私も寝てたよ。やってないよね。ていうか次なんだっけ授業。次？次数学？マジか。辛いわ。SNS 中だよ。そこから1年間学校行けなくなっちゃって、結局東京の親戚のところに逃げてきちゃったんですけど、転校してだから今高校3年生なんですけど19歳なんですよ。じゃあ飲めないわけ。そうだからお酒飲めないの。ごめんなさい。代わりに飲みなさい。いっぱい飲んでね。はい、ありがとう。はい、飲もう。お疲れ様です。弱った体と心が して。もう一回。おい、何やって。おい、お前何やってんだよ。お前勝手にそのチャリンコ俺も使ってんだぞ。っていうかお前息子に何仕込んでんだよ。暴走族に吸うつもりか。やめてくれよ。すみません。かかあに死なれて娘も出てっちまって、娘だけじゃなくこいつまでここを出ていっちまったら、頼むよ、余計なことすんな。お前もう帰れよ。よそもんが。おい、飯の支度するぞ。はい。早く来い。そんなつもり。すいません。お前も勝手に携帯いじってんじゃねえぞ。今朝はご飯を食べてね。お父さんからのメールを読むこと。ふみえ。だからお米は食べたくないんだって。
新米取れたから送った。本当は進学したいということをおばさんから聞いた。お金のことは心配すんな。自分のやりたいことをやれ。姉ちゃん、今度に視界に戻ってきたら俺の頭をアフロヘアにして、こんな感じ。つか誰だよこのアフロ。どこに帰れって言うんだよ。結局俺の居場所なんかどこにもないんだな。ヒーローになんかなれないな。
がとうって言われるの嬉しいな。あったのか。お姉ちゃん。うん。うん。あのね、締め目買ったて。父ちゃん濃いめでよかったよね。おい、散らかしてんじゃねえよ。さっさと片付けろ。さっさと。あのね、東京でね、いろいろ考えたんだ。美容師の見習いみたいなことやったりして。西館から逃げたでしょ、私。だからもう西館には戻れないなって思ってて。何でもいいから手に職つけて早く独り立ちしたかったし、もういろいろ嫌になっちゃってさ、死んじゃおうかななんて思った時もあった。もう居場所なんてないななんて思ったんだよね。私さ、やっぱり大学行きたいななんて思ってて。もっと勉強したら何か見つかるんじゃないかって思って。
でもいろいろお金かかるし。ごめん、お父ちゃん。いや、俺の方こそ。姉ちゃんこれにして、早く早く。マジアフロだよ。だってする、だってこれかっけえもん。おい、総長の真ん中すんじゃねえ。見てお父ちゃん、これにしてって送られてきたんだよ。やばくあいつのどこがいいんだが。あ、ところであいつどこ行った。父ちゃん、総長のこと追い出したっちゃじゃんか。え、マジ。え、総長ってアフロのこと。マジ、てか見かけて。なんかね、バイクをしてた、めっちゃヤバいやつ、すんごい変なのでもね、なんかすっごい暗かったよ。なんか世界の終わりってぐらい真っ暗だったよ。でもさ、アフロでさ、属者でさ、暗いってなんかやばくない？いろいろやばいよねお父ちゃん、なんかきついこと言ったんでしょう。ね、アフロってどんなやつだった？もちょもちょしてる。ん？もちょもちょ？それ髪の毛じゃない？性格は？こんな風にもちょもちょしてる。ねえ、ここで何してたの？ん？ここいて何してたの？話してた。話してた？何を？アフロヘアを見てた。アフロヘア見てた、うん、おい、あやか、手伝え。はいはい。うまいか。はい。にぎり。誰に？アフロに？どっか行っちゃってるよもう。あいつは。だよ。そっか。じゃあお腹空かしてるかもね。私もやる。お。お父さんのおにぎり好きだった。今度はどこに行こうかな。ここだと思ったよ。バイクをして腹減ってんだろ。そら、食え。はい。かかぶし、俺娘さんのこととか知らずに余計なことしてすみません。ああ、娘な、さっき帰ってきた。あの、もしやこの人が？おめえさんのアフロのおかげだ。お？アフロのおかげ？かわいい。や
ばい、本物のアフロなんだけど初めて見た。おお、それな、その顔な、ギブ一緒やん。俺西館の人たちに迷惑ばっかりで、よくしてもらってばっかりで、でも今の俺じゃ何もできなくて、逃げてばっかりで。私も逃げたよ。父ちゃんは僕のヒーローだよ。に帰ってこい。そん時はまた名新米食わしてやるよ。アザーアザーアフロアザーアザーアザは結局東京に残り大学に通うことにした。いろいろ考えたけど、行きたかった東京の大学でもっと学ばなきゃって思った。いつか仕事で西館に恩返ししたいって思う。ちゃんと西館に帰りたい。そうそう、お父ちゃん隣に誰が座ってると思う？うざったいけどくっついてくるの、同じ大学を受験してまで。教えを受けながらですね。おい、ジミー、秋にまた行くね、新米ために。おい、ジミー、アフロを連れて。